はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルウープ主のピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきたいと思います。まずはですね、前々回くらいに募集したバトルチケットの、キャラクターを仲間にしていきたいと思います。多数のコメントありがとうございました。一番推してる人が多かったのはヌエちゃんですね。強いよっていうこともあって、実際見てみると強かったんですよね、普通に。ですけれども、ちょっと今回は、このキャラは見送りにさせてもらいます。今回はちょっとゆかり様をね、仲間にしていきたいなと思います。まあ理由はなんですけれども、ちょっと仲間にした後にパーティー見ながら言いましょうか。現状ね、僕の今のこだわりパーティーっていうのがこんな感じのパーティーになっているんですよ。まあ飛風クラブの2人がねいるんですけれども、まあ飛風クラブの2人って、まあ正直強いんですけれども、2人1組で、進化を発揮するので、どちらか1人が死んじゃうとね、力を発揮できなくなっちゃうのも、そういうところのね、まあ強み、2人で一緒だと強いんだけど、1人いなくなると弱くなるみたいな、ちょっとねデメリットもあるところなので、まあそこにね火力として、チャージ持ちで攻撃と速度の、まあ、パッシブの強化持ちのね、ゆかり様がいればいい火力源となってくれるのではないかと思って、今回はゆかり様を採用させていただきました。ヌエちゃんはね、闇属性じゃなければよかったんだよね。ちょっと今こんな感じでね、属性変換する方のヌエちゃんが結構重要な位置にいるので、それの方がどうせね、キャラ被っちゃって使わないんだったらまだ使う可能性のあるゆかり様をと思いました。はい、で今回はこちらですね、安住酒造のステージ3をやっていきたいと思います。はい、まあ1から4のステージをやるところだったのでね、とりあえずこっちの方を進めていきたいと思います。あれ、連続性、いたでは行きましょう。難易度ルナティック安住酒造ステージ3行きましょう。さあまずは出てきたキャラクターの詳細。ルナサさん、 TP1 技威力225、単体攻撃防御 20% 減少で、こちら側の攻撃と防御を 22% ダウンの、攻撃時 CD にも 22% のダメージ。天使さん、 TP1 技威力180、重列攻撃の CT30% 減少で、CD 防御 90% と。スイカさん、 TP1 技威力135、全体攻撃の能力上昇 10% 緩和で、行動後攻撃が 22% 増加いたしますと。で、かぐやさん、 TP1 技威力135、炸裂攻撃の全能力 10% 減少、または威力135の炸裂攻撃、自分の防御 20% 上昇、さらに、TP1 技で威力135で炸裂攻撃の与えたダメージの 20% の HP を吸収。 TP 技が多彩ですね。あんまりいないよね、こういう多彩な TP 技持ってるキャラクター。せめてだいたい2個くらいが持ってて、だいたいね2個が限界っていうか、まあ、最大だったぐらいだったのに、珍しいな本当に。で、CT 増加で恋しちゃん。で、マリーサさんがとりあえずブレイジングスターをやって速度を上げて、でシュガーサテラちゃんで障壁と、速度アップと。 OK、 これで準備が整いましたね。はい、とりあえずスーパーエゴで、で井戸の開放、全員を一発で飛ばせればいいな。ブランブリーローズガーデン、硬っ。チャージ入りだよ今の、嘘だろ。とりあえず速度下げましょう。嘘、ちょっと信じられないんだけど、何、硬すぎない？だいたい小石ちゃんでも結構効いてたのに。はい、ということで新しく来たキャラクター見ましょう。ちび遊戯さん、 TP2 技威力360の連続3回攻撃強で、CT ダメージを 90% 防御。うわー、動かれるとまずいよね。あとチビだからまあまあね早いんだよな。で、チェンちゃん、 TP2 技威力45の炸裂攻撃2回で、
障壁 45% と CT ブースト 90% と。なるほどね。ちょっとチビ遊戯警戒だね。これは動かれると本当にまずいキャラ。で、レインボーミストで、この形と。あー、障壁あられた。オッケー。まあ、これは大丈夫。そうだね。敵が障壁張ってるから、チビ遊戯&チェンちゃんの二人に、とりあえず速度デバフを与えよう。で、これは速度を上げてと、全員の障壁も剥がす意味も込めてね。うわ、本家本元が来た。で、形的には TP 削る感じでこうと。で、レインボーミストをこの形かな。OK。あ、読み忘れてた。敵のステータスと。遊戯さん TP1 技、威力270、単体、ああ、びっくりした。威力270、単体攻撃の能力上昇 50% 緩和。パッシブで攻撃が 45% の CT ダメージ 90% 防御と。マミゾウさん TP2 技、威力225の全体攻撃 CT20% 防御ですか。あ、違う、CT20% 減少か。で、または、威力270の貫通攻撃 CT30% 減少。で、チャージ 90% と。なるほど。強いなぁ。お、チェンちゃん倒しましたね。で、モミジさんが出てきましたね。モミジさん TP1 技、威力135の炸裂攻撃。さらに防御 20% 減少と。で、こちら側の攻撃と速度を 22% 減少の、CT ブースト 67%。こりゃまたよくわかんないパーセンテージだな。で、残り1人ですね。チビテイ、TP1 技、威力135の重裂攻撃、SP20 減少。で、能力減少 22% 回復の、障壁 45%。 なるほど、めんどくさいな。とりあえず速度を下げましょう。で、センスオブチェリーブロッサム、いいね、いいね。で、ひまわりの見る夢、そうだね、レインボーミストを使っていいかな、これは。ん、待って、レインボーミストが60、違う、ミスルトだこれ。じゃないと次が打てない。シルバンダジョン打って、デバフが効いてないのは、待って、今一番効いてんのが遊戯さんか。じゃあ遊戯さんかわしてこの形。オッケー。で、とりあえず全体攻撃。オッケー、遊戯さん倒して、あ、3体倒し、珍しいね。 CT を削る。で、攻防を下げる。ハンコンチョウドン。まあ、障壁をその段階で張られようが、2053の HP のやつに何もすることはできないよねっていう。レインボーミスト。オッケー、まだ耐える。花鳥風月。はい、ということで、終わりましたと。さあ、ということで、ステージ1から4の方やっていきましょう。よいしょ。エリア6の、こちらですね。炎の不快。水パーティーの全体攻撃持ちのレミリアさんをこう出して。さあ、行きましょうか。今回、まあ、喋る理由喋る雑談のね、やつなんですけれども、まあ、ちょっと、新しいキャラについてですよね。前回、まあ、こういう1から4のところでいた、まあ、ニトリちゃんがいるじゃないですか。粘属性の。今回のところでね、なんで粘属性のニトリちゃんを外しているかなんですけれども、まあ、ちょっと、本来はね、粘属性のニトリちゃん入れたかったんですけれども、まあ、前回採用していた理由がそもそもね、あれだったんですよね。全体攻撃の SP2% 吸収。これが、今使ってる大王星ちゃんより火力が高くて、で、良かったっていうことなんですけれども、やっぱりね、実戦、強敵と戦うときには、まあ、そう、まあ、ぶっちゃけ言うとね、火力だけじゃダメだっていうことになりますので、大王星ちゃんのようなね、サポーターが欲しくなってきちゃうんですよ。ということで、ちょっと今回はね、ニトリちゃんの方を外させてもらいました。やっぱ普段のメンバーがね、
バランスがいいんですよね。バランス良くて火力あってなんで、そういうことを踏まえちゃうと、やっぱりね、普段のメンバーがバランス良くなっちゃって、結局そっちのメンバーを採用みたいな感じになりましたと。で、まあもう一つちょっとね、話はかなり変わりますけれども、現在ね、僕ちょっとメガネがぶち壊れまして、着替えていたらメガネが折れまして、メガネ普段ね、つけているんですけれども、今回ちょっとなしで撮影をしております。ということでね、ちょっと細かめの文字とかが読みづらかったり、読み間違えたりしてる点がもしかしたらあると思いますけれども、ちょっと我慢してもらえればなと思います。もうこっちはね、視力が低い、まあ限りなく低い状態で今やってるので、ね。あとはカメラにね、カメラのマイクのところにかなり近づいているので、いつもよりね、ちょっとリップノイズっていう、まあちょっと息遣いの音とか、そういう細かい音がよく入っちゃってるかなと思います。ちょっとそちらのところも、ね、今回のみと思ってもらえればなと思います。はい。そんな感じですね。うわ、時間経ってる。意外と時間経つもんだな。やばいやばい。録画が止まってしまう。はい。ということで、そんな感じですよね。まだか。あと1個ある？あと1個？ある。とりあえず、まあ、急ぎつつ。まあね、どれぐらい僕が見えないのか、パッと言いましょうか。僕のね、メガネを取った時の視力。まあ、右目とかがね、0.03 とかそういうレベルですね。限りなく悪いです。教室にある時計の針が見えないとかそういうレベルじゃないですね。昔ですけども、教室にある時計の存在が見えなかった時がありました。びっくりしましたね。時計どこ行ったんなりましたもん、外してみた時に。あれは本当にびっくりしましたね。まあ、そのレベルにちょっと目が悪いので、読み間違いとかあったらすいませんということだけ、言っておきたいと思います。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。まあ、一応キャラクターはこんな感じになりましたけどもね、後々、ヌエちゃんとかタキャラも撮っていきたいなと思っております。では、じゃあね。